酒がしみるぜ。やあおじいさん、こんばんは。私クチンと言います。とある会社の社長を務めております。ん？クチン。おお、あの大企業黒猫社の社長。そんなお偉いさんがわしなんかに何の用で。いや、ぜひあなたに我が社で働いてもらえないかと思いましてね。もちろん報酬はたっぷり用意しています。報酬？本当か？んでも一体何の仕事をするんだ？心配はいりませんよ。少し私の気晴らしに付き合ってもらうだけですから。おほう。こんばん、ハイヤーミステリー案内人です。ビル掃除って大変なお仕事ですよね。自動化できているところも多いですけど、人の手が必要な部分も多い。こういう危険作業こそ自動化できればいいんですけどね。さて、今日はそんな高層ビルに関するお話です。どうぞ。彼が今回のターゲットかい？うん、名前はクチン。大手企業の社長さんだよ。彼らは伝説の殺し屋アルカラム一族のカカオとガーナ。現在も殺し屋を生業としており、その腕は本物です。大企業の社長、そんな彼がなぜターゲットなんだい？それがさ、最近ホームレスさんが行方不明になってるの。お兄ちゃん知ってる？もちろん知っているさ。実はつい先日、情報屋をしている知り合いのホームレスも行方不明になったんだ。もしかしてこのクチンという男が何か関係しているのかい？まだ確信はないんだけどね。ただこのクチンって人が行方不明になったホームレスに声をかけているところを見てた人がいたの。その目撃者が今回の依頼人で、行方不明になったこの人を見つけてほしいんだって。へえ、なるほどね。しかも警察はなんでかあんまり捜査してくれないみたい。もともとホームレスだからまともに捜査してくれないのかな。本来なら関係なく捜査されると思うけど。何にせよ現状この男が事件に関与している証拠は何も見つかってないというわけだね。そういうこと。そこでガーナちゃん、超いいアイデア思いついたんだ。じゃじゃーん。いいアイデア？こうしてガーナが見せたもの、それは窓拭き掃除のアルバイト募集のチラシ。それもよく見るとクチンが経営する会社の自社ビルのものだったのです。すごいもの見つけたでしょ。これならいつでもクチンの様子を観察できる。情報が少ない以上こっちから動かないとダメだしね。なるほど、いいのを見つけたじゃないかガーナ。でしょ。ああ、それじゃあせいぜい頑張るんだね。僕は別の方法でクチンに接触を。お兄ちゃんの分も応募しておいたよ。なんだって？もしもーし、採用ですか？一緒に頑張ろうね、お兄ちゃん。はあ、やれやれだね。こうしてクチンの素性を調べるためとはいえ、思いもよらぬ形で高層ビルの窓拭き掃除のバイトを始めることとなった二人。これに乗って清掃するわけだね。いかにも清掃員って感じだ。あたしゴンドラに乗るの初めてだにゃーって、あれ、これどうやって操作するんだろう。簡単だよ。このリモコンを使って操縦するんだ。こうやって。うわ、動いた。こうして早速ゴンドラを操縦し、最上階に到着したカカオたち。専用のモップと洗剤で窓ガラスの汚れを落としていきます。うへえ、想像以上に汚いね。このビルは都会の中心地だからね。1ヶ月も経てば油やホコリ、排気ガスですぐに汚れてしまうんだ。ちなみに僕は自宅の窓も1週間に1度は掃除しているよ。へえ、お兄ちゃんって意外と綺麗好きだよな。あ、ところでさ、モップで汚れを落とした後はどうするの？どうって、研修で教えてもらっただろ。授業中ってどうしても眠くなっちゃうよね。まったく、
モップで汚れを落とした後は、こうやってスクイージーで汚れた水をすべて切り取るんだ。その上で専用のタオルで拭き取れば、完璧さ。うわ、すっごい綺麗になったにゃ。それにこのペースなら、あっという間に終わりそうだね。ああ、さっさと下の階も終わらせよう。ん？こうしてカカオたちがゴンドラで下の階へと移動しようとしたその時でした。一人の老人が慌てた様子でオフィス内に入ってきたのです。あれ、どうしたんだろうあの人。すっごい慌ててるにゃ。おーい！どうやらオフィス内からじゃ僕らの声は聞こえないようだね。でもあの人、こんな時間にあんな慌ててどうしたんだろう。なんか忘れ物でもしちゃったのかな。って、言っちゃったにゃ。一体何だったんだろうね。こうして下の階へとゴンドラを移動させたカカオとガーナ。しかしその後、人知れず、あの男が部屋に入ってきていたのです。ち、どこに逃げたんだ。うーわ、最上階もだけどここもすごい汚れだね。ひぃ、鳥の糞がたくさんついてるにゃ。鳥の糞か。ガーナ、これをつけるんだ。マスクって、どうして？鳥の糞にはオウム病や結膜炎を引き起こす乳化する病など、厄介な病気を引き起こす様々な病原菌が含まれているんだ。そうなの？知らなかった。これも研修で話してたけどね。そのためマスクをした上で、こうやって糞に殺菌効果のある洗剤をかけ、糞がふやけてきたら、キッチンペーパーで拭き取れば、ほら、この通り。綺麗に取れた。へえ、結構掃除も奥が深いんだね。あ？あれ、あの人ってさっきの。こうしてガーナたちの目に飛び込んできた人物。それは先ほどオフィス内を走り回っていたあの老人だったのです。また随分と慌てた様子だね。あれ？今度はロッカーの中に入っちゃったよ。何してんだろ。かくれんぼかな。ふふふ、どうやら違うようだ。あれをご覧よ。え？こうしてカカオが指を指した方向にいた人物。それはホームレス連続殺人容疑のかかっているクチンだったのです。チッ、あの野郎どこに隠れやがった。別の部屋か。あれって、それじゃあもしかしておじいちゃんがロッカーに隠れたのってあいつに追われてたから？現時点では何とも言えないね。とはいえ、思ってたよりもずっとこのアルバイトは有意義な情報が得られそうだね。はあ、さてと、それじゃあまたお掃除しますか。って、え、見てお兄ちゃん、窓に血がついてるよ。これってやっぱりクチンの仕業なんじゃ。落ち着くんだガーナ。この血は窓の外側についてるじゃないか。ほらね。あ、本当だ。ということはおそらくこの血痕は鳥がぶつかった際についてしまった跡だね。そんなことあるの？鳥サンド実こすぎじゃない？そう珍しいことでもないさ。なんせアメリカのとある高層ビルでは年間1500羽もの鳥が窓ガラスに激突していることが判明したそうだよ。そんなに？毎年1500羽って、毎日4羽の計算でも足りないじゃん。かわいそう。何か対策はないの？鳥が窓にぶつかるほとんどの理由は、窓に景色が映り込んでしまい、窓だと判別できないのが原因なんだ。だからこそこういうバードセイバーがおすすめなのさ。バードセイバー？何それ？鳥のステッカーだよ。これを貼ることによって鳥は窓ガラスだと認識しやすくなり、激突を避けられるようになるんだ。へえ、そんな優れものがあったんだね。ビルのオーナーから鳥がぶつかっているようならバードセーバーを窓に貼っておくよう頼まれたからね。言われた通りつけておこうか。なじゃ。こうしてバードセーバーを窓ガラスに貼り付け、無事にこの階の清掃も終えたカカオたち、さらに下の階に降りようとしたその時でした。あ？オフィスの中に何やら横たわっている人影のようなものが見えたのです。そしてよく見るとそれは先ほどロッカーに隠れていた
あの老人だったのです。あれ、あのおじいさん今度は寝そべってるよ。おい、気づいてにゃ。やはり聞こえないようだね。にしてもここからだと特に外傷もないように見えるね。うん、寝ちゃったのかな。ひとまず管理会社に連絡だけしておこうか。そうすれば警備員が確認してくれるはずだし、僕らはさっさと他の窓も掃除しよう。そうだね。おじいさん、早く起きてね。こうして下の階へと移動し始めたカカオとガーナ。しかしオフィス内は暗がりかつ窓から離れていたため、カカオたちは気づくことができませんでしたが、実はこのおじいさんはすでに背中を刺されたことで亡くなっていたのです。はぁ、やっと綺麗になってきたにゃ。でもさ、でもさ、お掃除ってなんだか気持ちいいよね。ああ、掃除は科学的にも心を整える効果があることが証明されているからね。え、そうなの？人は掃除をすることで幸せホルモンであるセロトニンを分泌するんだ。幸福度やストレス耐性、さらには快眠効果もあるんだよ。部屋は綺麗になるし、メリットだらけじゃん。意外と掃除って現代人にもってこいの趣味なのかもしれないね。その通りだね。よし、ずいぶん綺麗になったね。ん？あれは。こうしてこの階の掃除も終えたカカオたち。すると今度は先ほどとは別の男性がフラフラとした足取りで窓際まで来たかと思えば、え？おじさん？そのまま倒れ込んでしまったのです。大丈夫？ねえおじさんってば。やめておきながらな。どうやら手遅れのようだ。え、なんでそんなことわかるのさ。決まってるだろ、あれを見てごらんよ。これで二人目だ。人間狩りはやっぱり最高だぜ。あいつ血のついた包丁持ってるにゃ。ってことは、ああ、どうやら彼が犯人で間違いないらしい。さあ、三人目を探しに行くか。三人目、つまり先ほど倒れていた人間はもう。どうするのさお兄ちゃん。ひとまずゴンドラを降ろそうか。ここからじゃ僕たちにできることは何もないからね。うん。こうして急いでゴンドラを下に降ろし始めたカカオとガーナ。もう、なんでゴンドラってこんなゆっくりなのさ。お兄ちゃん、もっと早くしてよ。焦ったってしょうがないだろ、ガーナ。それにこれが限界だよ。しかし、その時でした。窓から見えたオフィス内に、あの、写真で見ていたホームレスの姿が飛び込んできたのです。あ？お兄ちゃん、ストップ！ゴンドラ止めてにゃ！止めてって、次は一体どうしたんだい？ほら、あの人見てよ。あれは、依頼人が助けてほしいと言ってた老人じゃないか。あの様子だと、どうやら彼も追われているようだね。あいつは。さあ、狩りもいよいよ大詰め。あのジジイはどこに隠れたんだ。ここか。違う。とはいえ、この部屋にいることは分かってるんだ。見つけた。ほら、出てこいよ。やめて。お願いします。殺さないで。お金はいらないから。どうか。殺さないで。お金はいらない。はっ。お前誰に命令してんだ。お前らみたいなゴミはな、俺におとなしく殺されとけばいいんだよ。社会のゴミくずが俺様のストレス発散になる素晴らしいことじゃないか。そんな、俺は誰にも迷惑なんてかけてない。生きてること自体が迷惑なんだ。さあ、もういいだろ。俺との会話は高いんだ。代金はお前の命だ。こうしてクチンのあまりに身勝手な動機で男性が殺されそうになった。その時でした。仕方ないね。
お兄ちゃん、何するつもりなの？決まってるだろ。ゴミの掃除さ。カカオがピストルを発砲し、窓を叩き割って部屋の中に入っていったのです。あ、なんだ。やあクチン、お楽しみのところ、邪魔して悪いね。なんなんだお前ら、なんで窓から。清掃作業中、たまたま君の愚行が目に入ってね。ガーナ、彼を頼むよ。分かってるにゃ。おじいちゃん、私と一緒にお外出よう。私たちは味方だから。おお、待ちやがれ。何を勝手に。おっと、待つんだね。お前、君の相手は僕だ。一体なぜこんなことをしてるんだい。なぜ、理由なんてない。ただのストレス発散だ。なんだって。俺が毎年どれだけの税金を国に納めてやってると思ってる。上級国民の俺様がホームレスを使ってストレス発散して何が悪い。あいつらは人間のクズ。そうだろ。最初からそのためだけに君はホームレスに声をかけていたのかい。ああ、そうさ。仕事をやる、金をやるって言ったらホイホイついてくるからな。いやしく、愚かな、クズどもは、本当に扱いやすくて助かるよ。へえ。おっと、俺を警察に突き出すのか。言っとくが無駄だぜ。なんせ俺は、警察も買収してるからな。なんだって。そう、なんとクチンは、そのあまりある財産を利用して、警察官を買収していました。ホームレス失踪事件に関して、警察の動きが悪かったのには、そのような理由があったのです。残念だったな。こんなとこまで来て、おとなしく帰る羽目になるとは思わなかっただろ。さあ、お帰りはあちらです。ご丁寧にどうも。とはいえ、僕は警察に突き出す気なんて鼻からないよ。あ？それってどういう？少し、眠っててもらおうか。てなんだこれ。いや、目が覚めたかい？お前、おい、なんだこれは。お前一体何を。説明するのも面倒だし、一回体験した方がいいよ。体験？おい、待て。クチンがそう叫んだその時でした。カカオがクチンの背中を押し、そのまま突き落としてしまったのです。くっそどうだい、5階から落ちた感想は。死ぬ。大丈夫、簡単には死なないよ。頭部と首、そして胴体に衝撃を吸収する防具をつけさせてもらったんだ。とはいえ、落ちるごとに骨は折れ、内臓は損傷していく。何が言いたいかわかるかい？君が死ねるのは何度も落ちた後ということさ。安心しなよ、死ぬまで僕が責任を持ってずっと落とし続けてあげるからね。はあ、やめて、ごめんなさい。警察行く。だから助けて。助けてだって？ホームレスを私利私欲のために殺し続ける君をなぜ僕が助けなければいけないんだい？じゃあ金払う、雇う。なんだって？お前を雇ったのはどうせ貧乏人だろ。ホームレスを助けるなんて依頼、貧乏人に決まってる。1億、いや、10億出す。だから、助けろ。クチンによる必死の懇願。しかしカカオは、そんな彼の願いを鼻で嘲笑い、そして言ったのです。残念だが、断るよ。え？君自身が言ったんじゃないか？クズを使ってストレス発散して何が悪いんだって。君のようなゲスと会話したせいで僕はストレスが溜まったんだ。悪いが、君の命で発散させてもらう。さあ、5階に戻ろうか。うわ、
やだー。こうしてクチンはその後10回ほど5階から突き落とされた末に死亡。カカオの手によって無事に依頼は完了したのです。やれやれ、思ってたより時間がかかってしまったね。いい、でもそのおかげでお兄ちゃんが拷問してる間に買収されてた警察官も特定して匿名で告発しといたにゃん。ああ、これでひとまずホームレス誘拐事件は終わりだね。うん。でもさ、でもさ、なんで私たち公園なんて来たの？へへへ。それはね、あんたたちは先ほどの。ああ、おじいさんだ。いや、二人とも本当にありがとう。命の恩人だよ、あんたたち。僕たちはあくまで仕事で君を助けただけさ。それより君に一つ提案があってきたんだ。なんだ？仕事をしないかい？報酬はたっぷり弾むよ。え？はあ、疲れた、怖かった。お疲れ様でした。しかし高層ビル掃除というのは高いところから様々な景色を見ることができるという点があるんですね。仕事に慣れないうちはそれどころではないかもしれませんが、何年も続ければいいところもたくさんあるお仕事なんでしょうね。もし高層ビルの清掃を経験したことがある人がいたらコメントで教えてくださいね。それではバイバイチーン。この男を見なかったかい？お、おお、見たよ。こいつならドヤ街の炊き出しで見たからあっちだな。へへへ、ありがとう。それじゃあ悪いが、ホームレス仲間から情報を集めておいてほしい。これは礼だよ。了解した、任せときな。なるほど、ホームレス界隈の情報って犯罪者を探すときに役立つからね。お仕事ってこういうことだったのか。